鹿児島県種子島の西に浮かぶ無人島の馬毛島に航空自衛隊の基地建設が始まって1年経過しました。滑走路を造成して島全体を航空基地にする工事が順調に進められているようです。今回は防衛省が公開したイメージ図を見ながら出雲&加賀係留、入港について見ていきたいと思います。F-35B 戦闘機が新田原基地に配備される馬毛島との距離もかなり近い。これは防衛省の思惑だよね。2023年1月12日付、鹿児島の南日本新聞社が航空機から基地建設工事が進む様子を取材した記事を写真とともに掲載しました。森林伐採や造成が進み、作業用らしき羊舗装道が全域に張り巡らされている。あらゆるところで重機が稼働中。海沿いは大型船用の仮設桟橋が岸壁から沖へ伸び、内陸部にも建物が立ち並んでいたということでした。道東における基地建設が本格的に進められていると伝えています。防衛省は2021年8月6日、アメリカ海軍の空母艦載機の訓練及び航空自衛隊機が訓練を行う飛行場を持つ基地を建設するとして、鹿児島県西之表市の馬毛島を選定しました。それに合わせて、道東に整備される港湾施設など基地施設のイメージ図を公表したのです。馬毛島は、大隅諸島に属し、ロケット発射基地として、有名な種子島の西方 12km に浮かぶ面積 8.2 平方キロメートルで、周囲 16.5 キロメートル、島のほとんどが、低地で平らな無人島です。2005年、平成17年の国勢調査では、かつて馬毛島を所有していたダストンエアポート社、当時は、馬毛島開発の従業員15人が住民として登録されていたので、その時は有人島扱いになっていたようです。島の位置や形状から2007年頃より、横須賀基地駐留のアメリカ海軍第7艦隊の原子力空母が横須賀基地に帰投した際の艦載機の陸上空母艦載機離発着訓練 FCLP の候補地として注目されていたのです。その後、2010年、平成22年に、防衛省が馬毛島を自衛隊施設として使用すると決定。滑走路整備による航空基地だけでなく上陸演習場や事前集積拠点としても利用する以外にも災害派遣時の物資集積場として使用する計画を立案。種子島などにでは地元説明会を開いていました。しかし、馬毛島では2011年平成23年に馬毛島開発オーナー一族でトラブルが発生。その他にも滑走路建設などが原因の数々のトラブルも発生しました。そのせいで計画が危ぶまれていましたが、日本政府はアメリカ海軍の FCLP 訓練の候補地として2プラス2の公文書に表記。2018年には防衛省が馬毛島を海自空自領守る隊の拠点として活用する方針を発表。2019年タストンエアポート社との間で売買契約が成立したため、基地建設計画が進められているというわけです。南日本新聞記事によると、基地本体の着工から1月12日までの1年で、建物や施設も増えたので、まるで基地のための街が出現したようだと言っています。馬毛島の中央部には、建物が10棟以上密集し、宿舎の発電機や重機用とみられる燃料タンクやコンクリートプラントもなども確認され、基地建設工事が開始前からあったタストンエアポート社が建設したとされていた島の東西南北を十字に貫いていた2本の滑走路らしきものは痕跡すらも全く認められなかったということです。防衛省の計画では基地滑走路は2本。島の北北西から南南東にかけての長さ 2450m の死滑走路と 1830m の横風用滑走路です。この2本が区の字の形に交わるように設計されていて、滑走路地区の工事は2024年9月頃には完了見込みとなっていますが、現時点では全体像はまだ認められません。防衛省の馬毛島基地イメージ図では、島の東側の海岸線に3本の桟橋など艦船係留施設の設置が予定されています。こういった桟橋は、
現在、空母化改修工事が進められて、いる出雲、片越え艦、基準排水量 19,950 トン、全長248メートル、全幅38メートルの接岸、入港を可能にするものです。係留施設として、桟橋のほか、防波堤や消波日下げなども建設される予定です。馬毛島に、大量の、物資や人員、燃料などを搬入するためには必要不可欠なもので、桟橋は、沖合1300メートルまで伸ばす予定ということです。馬毛島基地のイメージ図には、滑走路に沿って点在する駐機場スペース、整備などのための、関連施設や管制塔などの飛行場支援施設が描かれています。他にも、基地要員などの生活スペースを含む訓練関連施設や、航空機格納庫に、燃料庫や弾薬庫、桟橋から揚陸した物資を収容する施設などが配置されています。横須賀を母港とするアメリカ海軍第7艦隊の空母ロナルド・レーガンは、乗組員の休養や補給整備のため、年間数ヶ月は、横須賀に寄港することになっています。その間、艦載機パイロットは、空母からの離発着ができません。その代わりというか、アメリカ海軍では、パイロット空母着艦資格維持のため、陸上の飛行場での FCLP 実施が義務付けられているので、平時においては、おおむね、年に1回もしくは2回、5月か8月に実施されるのが通常です。訓練1回につき10日間ほどの期間で、昼夜の区別なく行われることになっているそうです。この FCLP は、空母が出航する直前に集中して行われています。陸上の滑走路を空母飛行甲板に見立ててタッチ&ゴーを繰り返すものですが、夜間離着陸訓練 NLP では騒音問題が発生しやすいのは予測できますね。日本での FCLP は、当初、横須賀を母港とする第7艦隊の空母艦載機が、厚木基地を陸上基地にしていたので、横田基地なども併用して実施されていましたが、両基地とも、市街地が近くにあるので、騒音問題が絶えませんでした。それで、1991年、平成3年8月からは、横須賀から、南に遠く離れた小笠原諸島の洋島基地で実施されるようになっていたのです。しかし、厚木基地から硫黄島基地までは距離約 1000km です。長距離飛行のせいで、パイロットは疲労するし、航空機は疲弊、大量の燃料消費などアメリカ軍は経費増大を不満として、2017年、平成29年に、空母艦載機が山口県岩国基地に移転してから、岩国基地に近い代替地での FCLP 実施を要望していたのです。でも、アメリカ軍の経費って日本も分担させられているんですよね。太平洋戦争激戦地だった洋島は距離が遠いだけでなく、今も火山活動が活発なので、その点の不安も理由にされているのでしょう。アメリカ海軍は、岩国基地から近い馬毛島での FCLP は歓迎しているそうです。馬毛島の基地建設については、一部の市民などが反対を表明しています。馬毛島を管轄する種子島の西の表市では、2021年1月に実施された市長選挙で基地整備に反対する候補が144票差で当選したため、今後の計画推進を懸念する声があるようです。ただし、西の表市議会は、自衛隊施設誘致賛成の姿勢を示しています。今後については、市長と反対派市議の動きが注目されているのですが、種子島島の3市町村のうち、西の表市以外の中種町と南種町では、町も町議会も自衛隊施設整備に賛成しているそうです。防衛省は、海上、航空、陸上自衛隊それぞれに、馬毛島での訓練を計画し、常に、150から200名の隊員を駐在させる予定にしています。種子島には宿舎を建設し、その家族も居住させることになります。馬毛島島内には、施設保守管理に必要な最低限の隊員以外、基地隊員は、種子島宿舎から、定期船などで馬毛島に通勤する予定にしているのです。ということは、過疎が進む種子島で、1000人近くの若い世代人口が増えることになるので、地元では、地域の活性化つながると歓迎する声も多いと見られます。さらに、
基地や宿舎で必要な食料品や生活必需品などを地元で購入すると期待されるので、種子島島内の経済活性化に大きく貢献するとも予想している向きもいるとか。反対の声が一部にあるとはいえ、種子島島民の総意としては、自衛隊施設整備を歓迎する空気が強いとみなされているようです。アメリカが凍結したレールガン開発に日本が完成間近で極超音速キラーとなる情報をキャッチしました。今回は日本が完成間近の電磁砲開発を詳しく見ていきますね。ロシアの極超音速は偽物とわかり、中国の極超音速も怪しい性能、今こそ使うべきだよ。2023年5月上旬、ロシアからの軍事侵攻にさらされているウクライナは、西側諸国からの兵器供与で受け取った PAC-3 パトリオトミサイルシステムによって、ロシアの KH-47M2 キンジャールを初迎撃したと発表した。ロシアの KH-47M2 キンジャールは、航空機に搭載して運用される空中発射型の空対空弾道ミサイルであり、これまで、ロシア側は、最大飛翔速度は、マッハ10以上に達し、回避軌道も可能なため、西側の持つ防空網では、迎撃は不可能と喧伝してきた。ウクライナの首都のキーウでは、この KH-47M2 キンジャールを、PAC-3 パトリオトミサイルシステムで撃墜した、視覚的な証拠も提示しており、ロシアのプロパガンダを否定できた、政治的な意義も大きいだろう。この KH-47M2 キンジャールが、従来ロシアが喧伝してきたようなマッハ10を超過する速度と、迎撃を困難とする回避軌道が、実際に可能であったのかについては、疑義の声すら聞こえてはいるが、これら、極超音速兵器への対処は、世界各国で課題となっている。日本においては、こうした、極超音速兵器の迎撃を担う、兵器の一環として、2022年度の防衛予算の中から、およそ65億円の開発費用をレールガンに投じており、その実用化が、実際、問題として、図れるのか否かに、大きな注目が注がれていると言える。レールガンは、現在の防空兵器として、主力といっても、過言ではない対空ミサイルと異なり、本体にミサイルのような推進装置を備えておらず、どちらかといえば、従来の火砲のように、砲弾を射出するだけの機構の兵器に近い。従来の火砲の場合は、砲弾を火薬の炸裂する圧力によって打ち出すものだが、レールガンは、砲弾の射出に、火薬ではなく電気、電磁力を用いる原理の兵器であり、ミサイルと比較すれば、はるかに、一発あたりの単価が定額で済むとされる。レールガンは砲弾を電磁気の力、物理学の用語で言うところものローレンツ力で推進加速を発生させて射出する仕組みで、甚だ近未来的な雰囲気をまとってはいるが、その起こりは1800年代中盤とかなり以前まで遡る。よって、1914年からの第一次世界大戦や1939年からの第二次世界大戦時には、すでにドイツや日本といった国々でレールガンの兵器としての開発が行われていたが、
この頃の技術水準では実用化は諭した場なのが実態であった。レールガンの構造は、火砲における砲身の代わりに、2本のレールを平行に設置し、その上に砲弾となる金属を置いて、レールの後端部分に電源から引いた電極を接続するのみという簡易な機構で成立させることができる。この状態で2本のレールに通電させると、砲弾は電磁力によって先端部分へと電磁力によって推進力を得る形となり、物理的には非常に平易な構造で砲弾を射出するに足る力を発生させるものでとして注目された。こうした物理的な構造によって、レールガンは、その利点として、自ら飛翔するのに、必要な推進機関の内蔵不要であり、その分製造が安価で済むと同時に、火薬を用いた火砲の砲弾よりも、高所速で、かつ長射程を実現可能と考えられた。その反面で、レールガンの物理学的な弱点は、砲弾を射出する際の電磁力のエネルギーロスが課題であり、かつ射出に必要とされる電源から大電流を取り出す必要があり、第二次世界大戦時には砲一門に発電所を設ける必要があるとまで見さされた。こうしたレールガンを実現するためのハードルが緩和されたには、1960年代に入ってからで、電力供給用に単極発電機が使用されたことで、現実味を帯び、1980年代に、アメリカは、宇宙空間でそれを活用すべく、研究を続けた。アメリカでは、宇宙空間の軍事利用を推進すべく、SDI 計画の中で、レールガンの実用化を期としたが、19,991 年の旧ソ連崩壊に伴う、政界的な軍縮傾向の中で、下火となり、1990年代以後は、地球上での使用を前提としたものへと回帰する。アメリカ海軍では、イギリスの軍需関連企業大手の BAE システムズ社の協力を得て、2010年には、およそ 10kg 強の砲弾を打ち出すレールガンの試作に成功。2016年を目途に、水上戦闘艦に搭載する発射速度10発、分、最大射程距離およそ 160km を目指した。そして、2020年までには、その開発を終え、実際の水上戦闘艦に搭載してのみ、テストを行うことを期としていたが、この発射速度10発、分、最大射程距離およそ 160km という使用のレールガンの実用化には、少なくとも 25MW の電力を賄う必要が生じた。この当時、25MW もの電力を供給することが物理的に可能であった水上戦闘艦は、アメリカ海軍の中でも新機軸の導入で高コストが問題となり、わずか3隻の建造で打ち切りの浮き目にあった。ズムボルト級ミサイル駆逐艦しか存在していなかった。ズムボルト級ミサイル駆逐艦は、艦艇自体の運用に必要な電力を除いても、およそ 40MW の余力があるとされていたが、アメリカ海軍の主力艦である、アーレイ・バーク級ミサイル駆逐艦は、同 9MW ほどしか、それがなかった。つまり、アーレイ・バーク級ミサイル駆逐艦では、試作されたレールガンを稼働させるに足る電力供給が全く不可能であり、その実現には新たな蓄電システムの実装が必須だったが、そもそもレールガンの運用に必要な電子機器類の開発が容易ではなかった。そして、そうした課題に、アーレイ・バーク級ミサイル駆逐艦とレールガンが直面している間に、実に射程距離でレールガンの使用をはるかにしのぐ、1000km 超級の極超音兵器が世界的に出現する状況が発生してしまった。前述したように、アメリカ海軍が実用化を目指していた水上戦闘艦搭載用のレールガンの射程距離はおよそ 160km ほどしかなく、仮想敵国であるロシアや中国の対艦ミサイルの射程もはるかにこれを凌駕してきたため、
その有用性は薄れていった。アメリカ海軍では、ほぼすべての水上戦闘艦に装備しているマーク 41VLS に対して、それに若干の改修を施せし、そこから運用可能な新型の迎撃用極超音速ミサイルを開発する方が、はるかに運用効率が高いと判断。事実上、レールガン開発は凍結に向かった。ただし、こうしたアメリカ海軍のレールガン開発の事実上の凍結という事態を見た中国は、技術力の向上によって、その課題を克服し、およそ 25kg 砲弾をマッハ7以上の速度で、射程距離約 250km まで高めていると、喧伝している。中国海軍では、自軍が開発を今後も推進するレールガンについて、その用途は、沿岸部の防衛任務を想定している模様で、レールガンの砲弾の速度を生かした、極超音速兵器への迎撃ではなく、敵艦敵の接近拒否用に位置づけているようだ。日本におけるレールガン開発は、口径 40mm の砲弾を、初速 2000km、秒以上で射出し、レール自体の耐久性は、120発以上を想定、最大で、約 200km の射程距離を実現し、ロシアや中国の極超音速兵器の迎撃用途に使用するとめされている。レールガンの砲弾は、通常の火砲と同様で、無論、誘導装置等が内蔵されたものではないため、冒頭で述べたPAC-3、パトリオットミサイルシステム等と併用して、極超音速兵器の迎撃の一環を担う、兵装としての運用が構想されているのだろう。地対空誘導弾である、PAC-3、パトリオットミサイルシステム等のミサイル一発の単価は、少なくとも億の単位であるが、レールガンは、これが同200万円ほどと考えられていることから、はるかに安価であるのは、間違いない。しかし、ロシア・ウクライナ戦争において、当時の西ドイツが、敵の戦闘ヘリを排除するために開発したゲパルト対空戦車が、対ドローン迎撃に、効果を発揮していることを考慮すれば、安価な対空防御は、こうした兵器の再評価も必要かもしれない。日本の通常動力型潜水艦は世界最強とも呼ばれているそうです。では、どこがそんなにすごいのでしょう？見ていきたいと思います。日本初、画期的な駆動システムが生まれ、世界が仰天したことなんだよね。最終形態が一番厄介なのは、どんな世界でも同じです。2020年3月5日、神戸市の三菱工業神戸工場で、海自の最新鋭潜水艦を追う、竜の引き渡し式が行われました。この追う竜は、そう、竜型潜水艦の11番艦で、母港は広島の5基地です。日本の広大な領海を防衛する新戦力として、実戦配備の日を迎えたというわけです。5といえば海軍基地として有名ですね。大ヒットしたアニメ、この世界の片隅に、では、あの大和の勇士が、呉港に浮かぶシーンもありました。余談ですが、太平洋戦争末期、アメリカは、原爆を呉に落としたかったそうです。しかし、天候の問題で、広島に落としたのだとか、軍港である5を狙ったというのは当然とも思えますね。
さて、その雨量のデータを紹介します。基準排水量2950トン、水中排水量4200トン、全長 84M、幅 9.1M とされ、通常動力型潜水艦としては、世界でも有数の大型と言われるほどの仕様になっているのです。そう、流型潜水艦は、10番艦までは、ディーゼル、スターリングの両エンジンと、鉛製の蓄電池を併用した、推進方式を採用していました。しかし、11番艦を追う、流波ディーゼル機関とリチウムイオン蓄電池方式を採用したので、かなり大きく変更したということになります。ここで気になるのが雨量の速力ですね。公表された値は、水上で13ノット、水中で20ノットなので、エンジン機関を大きく変えたのにもかかわらず、先輩である10番艦までの艦と、大した違いがないことに気がついた方もいらっしゃるでしょう。ここで再確認したいと思います。そもそも現在の潜水艦という兵器の位置づけが、最重要軍事機密に該当することは、言うまでもありません。となると、その重要な兵器の性能を簡単に推測されてしまうような、正確な数値を公表するわけありませんよね。わざと、従来艦と違いのない値を公表していると考えるべきではないでしょうか。また、最新鋭艦雨竜だけでなく、従来の、そう、流型についても、連続潜航可能時間や、最大潜航可能深度等、潜水艦の性能に関する重要な情報は、極秘事項として一切開示されていません。まさに、厳重機密扱いということがお分かりでしょう。潜水艦のデータを隠しているのは日本だけではありません。世界的にも同じ傾向です。なので、オウリュウの公表値水中速力は20ノットですが、これは、実際の可能速度とは、全然違うのではないかと推測する人も大勢いるそうです。まあ、当然といえば当然ですね。データ秘匿の理由は、水中速度と連続潜航可能時間が明らかになれば、当該潜水艦の行動可能範囲が、他国に把握されてしまう。危険性があるからです。人の目に触れず、隠密行動を行う潜水艦にとって、活動範囲は、絶対に敵に知られてはならない情報です。特に、通常動力型潜水艦においては、絶対に秘密にしておくべき、情報と言えるでしょう。実は、原子力推進型潜水艦ですと、機関部分だけを考えれば、理論上、ほぼ無限に連続航行できるということが、はっきりしています。また、原子力を利用した機関は強力ですから、水中速力も30ノットは、出るだろうというのが、一般的な知識ですね。ですから、原潜は、通常型とは、逆に隠す必要がないのです。というか、隠してもバレバレと言った方が、いいのかもしれませんね。現実的には原潜であっても、それを動かす人間、潜水艦乗組員は、艦内で生活しているわけですから、彼らのための、食料など物資の補給は必要です。狭い艦内に、缶詰状態に置かれることに耐えていく、人間のメンタリティの課題など、様々あるでしょう。つまり、原潜自体はストップしなくても、中にいる人間にとっては、原潜での長期にわたる生活は、困難が伴うものではないでしょうか。話を雨竜に戻しますね。鉛蓄電池と比べると、出力が大きいリチウムイオン電池を採用していますから、10番艦までの従来艦と同じ水中速力とは思えません。瞬間的なパワーは、原子力推進型に引けを取らないのではないかと思われます。原子力推進型潜水艦には、確かに長所が多いようです。
それを考えると、アメリカやイギリスなどのように、保有している潜水艦が、すべて、原潜である、国々が、軍事力で、優位に立てることは明らかです。建造費、管理、維持経費、廃棄処分までの手間や予算を考えなければ、原子力推進型は一番パワーがあり、これに勝てる機関は今現在では存在しないとも思われますから、無敵ですよね。例えがちょっと飛躍しますが、原子力推進型というのは、簡単に言うと、人気アニメ、新世紀エヴァンゲリオンに登場した S2 機関。人類の敵とされる使徒が体内に持っている永久機関のようなものと思われます。つまり、無限に近いエネルギーを発生させることができる仕組みと考えていいでしょう。永久機関は昔から作りたいとか、作られたが壊されたなどいろいろと言われてきましたが、はっきり発明されてはいないようですね。昨今は、この言葉もあまり見なくなりましたが、人類は永遠はないと考え、永久機関を考えることを止めたのでしょうか。原子力推進型、通常動力型であるかに関係なく、潜水艦の性能のポイントとなるのは最大潜航深度です。どれほど深く潜れるかによって、敵の各種ソナーの捕捉から逃れられる可能性が高くなるのです。言うまでもなく、膨大な海中全域を一度に索敵することは非常に困難です。潜航深度に対応したソナー等の使用しかできないことを逆手にとって、自分の位置を敵に知られることなく、敵艦だけを一方的に攻撃できることを意味しています。要するに、敵のソナーより深く潜れば有利ですよね。つまり、敵より深い位置にいれば、下から敵を攻撃できるというわけです。実際に攻撃しなくても、自分たちのレーダーで捕捉できない潜水艦が同じ海中に潜んでいるかもしれないと思えば、自分たちに危険が迫るわけですから、水上艦艇の行動はかなり制限されるはずです。つまり、敵の捜索行動を牽制する力があるのは言うまでもありません。欧流派船体に使われている素材の強度から約 600m 以上の深度まで潜航可能ではないかとも見られています。それが事実ならば、中国海軍潜水艦の深度が約 300m ですから、かなり優位とも言えます。しかし、舞台となるのは、水深の深い太平洋ではなく、水深が浅い東シナ海や南シナ海です。ここを中国海軍との対潜水艦戦の主戦場と仮定した場合、欧流ではオーバースペックではないかという指摘も聞こえてくるそうです。簡単に言うと、ここに欧流を出すのはもったいないということでしょうか？獅子は、ウサギをヘイスにも、全力を出すという言葉もありますが、強力な兵器を惜しんで、時節を逃しては、元も子もないと思えるのですが、太平洋戦争末期の戦艦ヤマトを思い出すのは筆者だけでしょうか。潜水艦のキーポイントである、潜航深度以外にも、日本の潜水艦が高いレベルにあると考えられている理由がもう一つあります。それが静粛性です。視界が悪い深い海中では、潜水艦の動きは音で判断するしかありません。となると、なるべくエンジン音や生活音などが少ない方が当然有利ですよね。欧流は、原子力推進型より構造的に優れている部分を極限まで突き詰めていった結果、驚くほどの秘匿性を持った潜水艦になったそうです。欧流の静粛性については、中国潜水艦浮上事件が
証拠になるかもしれません。2018年1月、日本の領土である尖閣諸島沖に、中国海軍潜水艦が突然浮上するということがありました。海中に隠れて行動するはずの潜水艦が、なぜ浮上したのか、大騒ぎになりましたが、真相は空自、海自が執拗に追跡したので、放流から逃げられないと判断して、仕方なく浮上したと推測されています。要するに、追跡されるまで気がつかなかったということですから、放流の静粛性の凄さの証明ということでしょう。中国海軍の源泉には、数多くの騒音トラブルが発生しているそうですから、秘匿性に関して、放流派世界最高水準の潜水艦といっても間違いはないでしょう。